今日は、まあ、パティモソ的に究極の卵かけご飯、かつお節、天かす、卵豆腐、ネギ、卵に金笛卵かけご飯のタレでございます。これは美味しいに決まってます。そしてお久しぶりな札幌一番塩ラーメン、今日は一玉にさせていただきます。ダイエットです。よしこわパ、はいどうも。今日は控えめパテモス協会でございます。ラーメンを一玉にしました。いつもなら一玉半にすると思うんですけど、ご飯もいちごちょっと、まあいちごはあると思いますけど、でこれね、これあの美味しいやつ、これをかけることによって卵かけご飯が究極になる、はい、卵かけご飯でございます。でまず混ぜますね。こんな感じなんで、この卵、あの卵豆腐を混ぜると最高に美味しいです。はい、深夜食堂でもやってました。ちなみに僕は深夜食堂より前からやってましたので、ね、深夜食堂を見てやったって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、もっと前からやってますので、はい、まあその時は卵かけご飯ではなかったけどね、あの目玉焼きのせご飯とかねやったかもしれないけど、うん、よく混ぜて、はい、というわけでいただきます。うん、うん、ああ帰ってきた、札幌一番塩ラーメンに帰ってきたわ。味噌と迷うてんけどね、久々に味噌食おうか思うんだけど、まあ作り方は前と一緒です。かき玉にしてちょい醤油、うん、一玉しかないから味わって食べへんとすぐなくなる。うまい。100食は食ってると思うよ、人生。それでもうまいもんな。びっくりするわ。動画始めてからでも100食ぐらい食ってるからね、これ一番塩ラーメン。100食で100玉。うん。ごちそうめ。うん。めっちゃうまい。あんなにも生卵の卵かけご飯好きじゃないって言ってた俺が塩と思うぐらいうまい。うん、うん、黒こしょうかけるの忘れてた。ちょっと夕方まで時間が空いたんでゆっくりできますわ、この後。あ、うん、やっぱ胡椒入れなあかんわ。あー、うめえ。うん、最高やな、ほんまに。本当これめちゃめちゃうまいよ、これ。春夏秋冬、金笛卵かけご飯のタレ、これめちゃくちゃうまいわ、ほんま。
卵なくてもうまいんちゃうこれ。醤油だけ飯食えかも。俺個人的なんやけど思うんやけど、相手何も言わないよ、こんなん見たからって。一部のコメント書くやつらみたいに俺一時言わへんけどね、女の子はね、丼をスプーンで食べてるのはね、あ、可愛い、女子力あると思うけど、男がねこういうのとか丼とかをさスプーンで食ってたらさ、ちょっとなんか女子かよって言いたくなるな。だってさ、あ、お茶漬けとかも原型出てくる店あんのかな。やっぱ箸でかっこむよね、かっこみたいよねって思えるな、なんなんやろな、この感じ。俺だけではないと思うんだよね。丼をスプーンで食べてる男子見ると、俺こないで見たのよ、たまにね、丼にスプーンもついていくとかあるんだけど、絶対使わへんもん、俺はね。使ってし悪いとは言わないよ、全然使いながら使っていいけど、なんか女子っぽくもいる。一玉でも満足するわ。ゆっくり食えば。変なとこに入った。満足や、いつもより少ないはずやん、すげえ満足。なんやろ、朝パン食べだしかな、ご飯も絶対少ないはずやん、お腹めっちゃ膨れた。はい、というわけで今日は究極の卵かけご飯と札幌一番塩ラーメンを食べました。めっちゃ満足です。今日の夜の晩酌飲んじゃうかな。野菜食べよう。夜はちゃんと野菜食べます。ごちそうさまでした。